です。サギでーす。パパでーす。パパの運転でドライブトーク。今日はご報告。はい。ずっと言ってた人間ドックの結果が来ましたー。イエーイ。結果は？ってことで、ドゥン。ほぼ A だったんだけど、うん。C が2つぐらいあってね。胃全体慢性胃炎。うん、ストレス溜めすぎなんじゃない自分。あー、ストレスで胃炎、ね。かなちゃんからのこのプレッシャー。プレッシャー？プレッシャーなんかかけてるっけ？何のプレッシャー？そう、なんか動画が、なんかね、頑張ろうね、みたいな。なんか。の割にはあんま出てないじゃんね。プレッシャー、全然感じてないやん。胃が悪かったんで、うん、漢方を買いました。おうん、また漢方、また、うん、漢方、また増えた。はい、漢方女子です。流行らないその漢方女子はね、流行んないと思うね。もう漢方3種類ぐらい飲んでるもん。なんかね、うん、調べたら、やっぱ食生活と規則正しい生活。うん、うん、うん。やっぱりその、減量のために朝ごはん食べないとか、うん、午前中はコーヒーだけとか、うん、飲み物だけとかになっちゃってるから。あ、そういうのが多分、不規則ではあるかもしれない。あ、なるほどね。うん。レース場行ったら規則的、うん、規則正しいけど、うんうん、その間の3、4日、5日ぐらいが、うん、まあ多分、もうなんかね、9時ぐらいまで寝て、なんかね、夜更かしあんまりしないけど、うん、っていうのがあまり良くないかった。なるほどね。朝食をあんま抜かない方がいい感じね。そうかもしれない。コーヒーとかも飲んじゃってるもんね。まあうん、そう。なんだよ。だからちょっとね、コーヒーをやめて、うん、そう、家のコーヒーメーカー売っちゃったのよ。だから。あ、そうだ、うん。もうコーヒー好きだったんだけど、うん、蜂蜜とね、牛乳とカフェオーレにするとか。うんうんうん。あ、そうなんだ。そう。あったら飲んじゃうから、売っちゃいました。だから今はね、うん、お紅茶にね、ハマってる。あ、お紅茶ですか？お紅茶。だから今ね、ココアに。あ、おココアに。ココアか。ココアもいいね。うん、ココアだと、牛乳と、うん、蜂蜜、うん、もしくは砂糖、うん、入れて飲めるから、結構。やっぱそっちの方がね、体にはいいかもしれないよね。ってことで、まあ、1ヶ月弱ぐらい、改善しております。なるほど。あともう一つがね、うん、まあ、これはしょうがないんだけど、眼底右目、はいはいはい、もう、C でした。まあ当たり前なんだけど、こう、プレートが入ってるからさ。あ、そうね、うん、怪我して。そうそうそう。まあ、ね、目自体は今はね、全然動くし、うんうん、異常はないけど、そうそうそう。眼底の検査だけはちょっとっていう感じだね。そうだね。だってもう人間のものじゃないんだから当たり前だけどさ。プレートがね、うん。眼底検査すると思わなかったからさ、うん、眼底検査しますって言われた時に、眼底ってなるじゃん。うん、こっちとら。だから、怪我して、ここプレート入ってるんですよ。うん、それでも検査できますかって言うから、うん、あ、大丈夫ですよってなって、うん、どうされちゃったんですかつってさ、うんうんうん、なんか一から説明するのめんどくさいってなって、うん、あ、交通事故でとか言ってちょっと悪くしちゃってさ、大きな大嘘をつきました、うん、病院で。眼底か。あとは、うん、B だったのが、なんか、糖尿？糖尿の疑い？糖尿の疑い？糖を取りすぎてる。そういうこと。疑い？なのかな？うん。で、なんか B だったのがちょっといけすかないんだけど。いけすかない。だってそんなにね、毎日甘いもの食べてるわけじゃないし。うん、まあ、ちょっと蜂蜜は食べてたけど。あれ糖なの？わかんない。ってなると、ね、ご飯もそんな、白ご飯も夜一回だし、もうちょっと、よくわかんなかったけど。へぇー。そうか、うん、じゃあちょっと、パンとか、そっち系に行った方がいいんかな。あ、パンだ。あ、でもそれも、あ、どうなんだろうね。だからさ、なんかね、遺伝子検査ね。うん、あ、そう、遺伝子検査すごい気になってる。なんか、そうそう。最近多いからさ、うん、やってみようかなと思って。またやったら報告しますね。はい、で人間ドックでね、一番恐れてた癌とかの項目は全クリ。あ、全クリ。ああ、よかったよかった。大丈夫だった。今のところ大丈夫だった。あ、じゃあよかったね。だから、まあ、ギリギリセーフってことで。なるほどね。でね、うん、最近さ、鼻詰まりがひどくて。
なんか昔から喉鼻は弱かったんだけど、うんうんうん、ちょっと寝るとき辛かったからでさ、病院行ったの、うん、でさ検査したの、うん、そしたらさこう鼻の中こう入れてってさ、うん、ああ蓄膿症っすねってさ反対側も行きます、ああ蓄膿症っすねって蓄膿症って蓄膿、うんうん、まあ、ちょっと症状が出てますよぐらいな感じ。そうなんだ、うん、だから薬でどうにか治せればっていうの今薬もらってさ、うん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 、やっとここの薬が終わったのにまた今終わった、うん、終わった、あそうなんだ、うん、けどまたちょっと薬で蓄膿症を治します、次は夏までに。つらっ、もう薬漬けやん薬からの薬、うん、蓄膿症もなんかいい漢方があるらしいからねまた漢方女子漢方増えてくやんどんどん今日はですね、多摩川の前日か撮ってます。あ、そっか、明日からか。そう、明日全県でね、唐津でね、うん、あの無事 A 級もそうだ、ギリギリ最終レースまで見逃せない熱い戦いでしたが、うん、どこ目線のでも関ちゃん的にもちょっとヒヤヒヤだったんですよ。ヒヤヒヤだったよ、こんなにも数字と向き合ったのは初めてだったね、うん、そうなんだ。慣れなかった頃は計算っていうのをあんまりしてなくて、慣れたらいいなぐらいだったんだけど、うんうん、で A 級慣れてからはちょっとこう余裕があったじゃない、うん、だから計算もあんましなかったんだけど、うん、だってさ、レース終わってさ、今日何着と何着でしょ、でさ、ダッシュでさ宿舎で書いてこう何点何点ってやって、うん、あ、もう自分で計算して。そうそう、自分で計算して。わ、明日は何着と何着取らないと厳しいなって、余裕持ちたいなみたいな感じで。なるほどね。え、でも、余裕で、余裕、え、最後の最後まで余裕はちょっとなかった？最後の選抜戦が、やっと無実行当確になった。なるほど。うん。だからその前半レースの、その、ほんと最終日だよね。うん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 、は、結構ギリギリだったからさ。そうなんだ、うん、まあギリギリ、まあ、慣れてよかったけど、まあ、次はねちょっと余裕持って、まあ、自己し過去自己新記録とか出したいからね。過去なんて、過去過去自身自なんだっけ、過去なんて自己新記録、自己ってなんかさ嫌な感じじゃん。あ、自己新記録、自己新記録自分の新記録をね、うん、そうね、うん、目指して今季頑張ります。頑張りましょう。はい、かなちゃんのなんか報告はあんの？かなの報告は、あ、なんか新しく、うん、テム、うん、っていう、ね、今ね通販サイトよく流れてくるよね、うん、使った。あ、まあなんかね、素材とか見たらまあ使えるよねぐらいな感じで、そうそう、まあちょっと使うぐらいのものなら買ってもいいのかなと思うけど、うん、もし買ったことがある人でこれはおすすめだよっていうのはコメント欄、コメント欄。よし、電車にはイヤホンが必須。いってらっしゃい。誰の誰の送り。よし、ちょっと無事故で、うん、また帰りもよろしく。無事故でいってらっしゃい。マイク。あ、マイク。やらせじゃん。あ、マイク。マイク。行ってきます。じゃあねー。